大河内新井西は、三河吉田藩の第七代の藩主。松平伊豆守家、大河内松平家十一代。はじめ松平新井西と名乗る。文政十二年四月二十三日、越前鯖江藩主、真部昭勝の次男として江戸で生まれる。真部家時代は元服後に、真部昭信を名乗った。二年九月二十四日に、田藩主。 松平新明の没後無雇用紙に迎えられ、同26日に新因主へと名乗る。同年11月15日に家督を相続し、12月1日に家督の御礼として、初めて将軍家、家吉、聖師家貞に配慮する。その後奏社版、自社奉行を歴任する。万円元年5月に聖室が男子を出産するが、母子共に亡くなってしまう。 新伊西へは、異性養子であったため、大河内松平家の血縁の女性を軽出に迎えることが求められ、文久元年12月10日に、松平新宿の娘の血を引く越後柴田藩主、溝野口直弘の娘、と子を軽出に迎えた。文久2年6月30日に、大阪城代に登用され、大阪に向かうが、この時に、軽出の同伴を願い出て許されている。 大阪城大在人中は幕末の動乱期であり、約200年ぶりの将軍上落や幾野の変、第一次長州政党など様々な難問が山積していた時期であった。慶応元年1月に江戸に召し出され、2月15日にためかん詰めかとなる。ためかん詰めは特定の審判、不大数課が世襲するもので、重要時について幕角の指紋を受ける地位であった。 これに老中を永年務めて退任した大名が一代限りで、ためかん詰めとして加わることがあった。したがって、老中を経験していない、新院西へが任命されたのは、異例の抜擢といえる。慶応3年12月13日、将軍吉信に合流するため幕府の軍艦、昇格丸で品川沖を発する。途中暴風雨に見舞われ、同月25日にようやく、 天保山沖に到着する。しかし慶応4年に1月3日に、賭場、伏見の戦いで、旧幕府軍が敗れ、吉信が、密かに、大阪を脱出すると、新院西へも、大阪を離れ、陸路を経て、吉田城へ帰城する。それまで、吉田藩は、穂住清志県らの砂漠派と金の大派に分かれていたが、間もなく、新政府軍に加わり、加盟も、松平から。 大川地に複製した。新政府側についた吉田藩は、蕎麦、伏見で旧幕府軍を指揮した大河内田脱出が藩主であったカズ大滝藩の領地人民を預けられ、さらには、江戸を追放された新院氏へのジップ、真部秋勝のご創薬も命じられた。明治4年7月14日に廃藩となると、東京谷中へ移住し、百八十四年七月八日に、 死者を除赦した。1888年11月27日に死去。去年60。絵画を好み、吉川藩御用絵師稲田文傘に指示した。松峰という画語を持ち、多くの作品を残している。日付は1871年まで旧歴。ありがとうございます。